都会では考えられなかった素朴で美しい町。そこで出会った二人の女の子、はるかとゆずき。僕はあの美しい姿を見た時から、いや、初めて会った時からはるかに心奪われていたのだろう。どうかした？カエリくん、一目惚れだったなって。もうはるか、僕の愛しい恋人。もっと強くても平気だよ。何だってできちゃいますから。この町に来てもうすぐ1年か。ここは全然変わらないな。はるか？あのですね。ん？私、夢があるんです。私がこの町を好きなことはご存知ですよね。そしてこの町の人口が年々減っていることも。私はずっとこの町の百に立ちたいと思っていました。私を育ててくれたこの場所に恩返しがしたいって。私の唯一の取り柄である料理を使ってこの町を活性化させようって。それが夢？はい、ずっと言おうと思っていたんです。だけどあなたと過ごす日々が、でもやっぱり夢を叶えたいんです。私、県外に進学します。料理の勉強をしていつかこの町に戻ってきます。待っていてくれますか？待たないよ。え？待たない。僕は遥と行くよ。この一年ここで暮らしてとても楽しかった。幸せだった。君がいてくれたからなんだ。だから僕もこの町を出る。君の夢を支えたい。それが僕の夢だ。カエリ君、ありがとう。俺は白沢拓也、生み出したばかりだ。そして整形外科での研修を終え、今日からは呼吸器内科での研修が始まる。そこで待っていたのは。失礼します。やっと来たわね、白沢。お久しぶりです、お寮先輩。私がこの病院にいるの知ってて今まで挨拶もなしなんて、いい度胸じゃない。指導医としてビシビシ鍛えてあげるから。覚悟しなさい。お手柔らかに。ようやく食べられるわね。お疲れ様です。またそんなの食べて栄養偏るわよ。医者なんだから健康に気を使いなさい。そうは言われても自炊は苦手だし時間もないし。じゃあ今日は特別だからね。え？はい、お裾分け。え？ああ、取られちゃった。本日の外来は終了っと。白沢、ちょっとそこに座りなさい。はい。何かまずかったですか？そんな顔しないの。私のこと怖い？そんなことは。まだ聴診器に慣れてないみたいだから少し教えてあげようと思ったのよ。
ありがとうございます。何驚いてるのよ。患者の胸を散々見てるでしょ。それはそうですけど。白沢も練習しないと。内科の方には慣れた？まあなんとかやってるよ。こいつは赤木美代、俺の幼馴染で、この病院で思いがけず再会した。仕事以外でいろいろあるけどさ。ふん。でも天城先生美人だし。美代は俺の幼馴染なんです。ふん、幼馴染ねえ。こういう子が好み。カルテも電子化してる時代に研修レポートは手書きでやれって意地悪だよな。あら、まだレポートできないの？もう残ってるの私たちだけよ。あともう少しですから。あら、そう。さあ、なんですか？どこを見ているのかしら。どこって、お仕置き。相変わらずの変態っぷりね。そんなこと言われても。いや、俺のせいじゃ。あげる。ごめん、ベッドにコーヒーこぼしちゃった。これリネン室で取り替えてきてくれる？勤務中に逆ってるのは誰だ？まったくもう。遅いから何してるのかと思ったら覗きなんて。白沢はああいうプレイが好み？先輩、何を言って。そのままだと仕事に差し支えるから、休憩終わる前に何とかしないとね。呼吸器内科での研修を始めてから1ヶ月半が経った。今日も特に問題なしだ。そして気がつけば、俺の中で先輩の存在がどんどん大きくなっていた。先輩、そんなところで寝たら。先輩、起きてたんですか？やってくれたわね、白沢。まさか私の唇を奪うなんて。すいません、つい出来心で。えい！先輩、一体何を。あれから先輩との距離がぐっと縮まった気がする。物理的な意味でも。何してるんですか？もちろん仕事よ。先輩にです。はいはい。はい、もしもし。はい。それで何の用？急ぎじゃないから、また後で。先輩が結婚？これからお見合いするみたいだけど、実質もう決まってるらしいよ。先輩はこの病院の理事長の一族で、自分に結婚の自由はないなんて言ってたけど、本当なのか？先輩！どうしたの？一体。先輩、急だったから指輪も何も用意できなかったけど、俺と結婚してください。本気なの？もちろん本気です。知ってると思うけど、私は天城家の者として結婚相手も家が選ぶの。
私の気持ちは関係ないのよ。関係あります。俺は先輩が好きです。大好きです。先輩は俺のことどう思ってますか？好きよ。それなら俺と子作りしましょう。え？既成事実です。子供ができれば反対しようがないでしょ。どうかしらね。絶対大丈夫。先輩との子なら可愛いに決まってるから、みんなメロメロになって反対なんかできませんよ。私と白沢の子か。いいわ。どれが当たりだったかはわからないが、亮は見事に解任。それでも紆余曲折あったものの、俺たちはめでたく結婚し、念願の小児科医院も開業することができた。ありがたいことにミオが俺たちについてきてくれたので、人手もなんとかなった。そろそろ始めましょうか。はい、亮先生。こら、タケルくん。本当にもう誰に似たんだかね、タクヤ。You're not into it. I'm not into it.